マルクス・クリスティアン・アルベックは、スウェーデン・エーテボーリ出身の元同国代表サッカー、選手。現サッカー指導者。現役時代のポジションはフォワード。父のステファン、叔父のダン、祖父のアランも元サッカー選手。エルグリーテ・イズでキャリアを始め、リン・ビー・ビー系・ケエース・バーリと国外の2クラブに短期間在籍後、フルスのエルグリーテに復帰。2000年から2002年まで在籍した SC。 ヘイレンフェーンで一定の成功を収めるも、その後のアストンビラ、ハンザ、ロストックではあまり得点を奪えずにいた。32歳となったアルベックは2005年夏に FC コペンハーゲンと契約を締結。2006年11月1日に UEFA チャンピオンズリーグ2006から07のマンチェスターユナイテッド FC 戦で同大会を二度制した強豪相手に、 クラブ史上初となる UEFA チャンピオンズリーグでの得点を挙げたのみならず、クラブ史上初となる同大会での勝利を提供した。それから20日後の SL ベンフィカ戦とグループリーグ最終節のセルティック FC 戦でも得点を挙げている。同シーズンのリーグ戦では最後のホーム試合でリーグに連覇が決定し、合計11得点を記録したアルベックはファンが選定する。 最優秀選手に選出された。2007年7月31日の UEFA チャンピオンズリーグ2007から08予選2回戦ベータルエルサレムとの第1戦で決勝点を挙げ勝利に導くと、第2戦では先制され、スコアで並ばれる非常に厳しい展開となったが、延長戦でチームを救う得点を挙げ、2試合合計2から1で、ベンフィカの待つ3回戦へ進出となった。 2008年3月24日にコッペンハーゲンを退団し、4月2日にエルグリーテへ移籍することが発表され、7月1日に3度目の加入をした。2009年12月14日にエリック・ハムレーン、監督率いるスウェーデン代表のアシスタントに就任したことを持ち、現役生活に別れを告げた。その後、エルグリーテで一度現役復帰し、ムターラエアイエフ戦に69分から、 出場している。1999年11月27日に、南アフリカとの親善試合で、スウェーデン代表デビュー。その後、ケネット・アンデションの後継者として、中心選手となりヘンリ・クラーションらとコンビを、組み活躍した。2002フィファワールドカップ、ヨーロッパ予選で3試合5得点と、異常なまでの得点力を見せつけ、また、本大会にも出場した。 2006FIFA ワールドカップでは、ズラカン・イブラヒモビッチの台頭で控えに回ったが、イブラヒモビッチが、不在となった、グループリーグ最終節のイングランド戦で、初先発出場をすると、ヘディングで得点を奪った。2006年9月6日に UEFA ユーロ2008予選のリヒテンシュタイン戦で2得点を挙げ、2007年6月6日にも、同予選のアイスランド戦で2得点を挙げた。 ちなみに、このアイスランド戦でのアルベックの2得点目は、相手 DF のイバル・インゲル・マルソンがフリーキックを取られたと判断を誤り、スウェーデン側にボールを渡したことで生まれたものだった。最終的に予選で、チームトップの6得点を挙げ、本大会進出に貢献し、そのまま本大会のメンバーにも選出されたが、グループリーグ最終節のロシア戦で後半から途中出場したのみに終わり、 同大会のグループリーグ敗退をもって代表引退をした。ありがとうございます。